これまでのイースポマニアはぷよぷよ初心者のカノリンがネクストワンスタッフ信谷さんに勝負を挑むも大敗。今回は脱初心者を目指し、カノリン学校に通います。まあ、ちょっとそしたら、はい、今の感じで、はい、ちょっとお勉強してみましょうかね。はい、勉強させてもらえるんですか。ゲームの中にレッスンモードっていうところが、はい、本当ですね。このレッスンっていうのがあるんですけど、はい、ここで、まあ、一応基本的な動作とあと消し方の説明を、はい、こうしてくれてます。はい、ここ一回ちょっと一通り見てもらって、はい、まあ、どういう、考え方でやったらいいのかっていうところとですね、はい、まあ、これ基本的な操作になってますけど、はい、さっき言ってた4つくっつけたらぷよぷよが消えるっていう、はい、ぷよって言うんですね。ぷよって言うんですね。同じ色を4つくっつけたら消せますよ。ここまではね、はい、さっきもこの上の×のところに来てしまったんで、はい、かなり負けてしまった。負けましたね。すぐ負けましたね。ここを行かないようにうまく、はい、ぷよを消していく。はい、あとまあ実際には4個以上、はい、5個とか6個とかくっつけても、はい、まあ、消えるんで。5、6個つなげたらやっぱ強いんですか。そうですね。相手にそのさっき言ってた透明なお邪魔ぷよっていうぷよを送る量が増えます。はい、たくさんいっぺんに消すと。はい、なるほど。あ、これがお邪魔ぷよですね。そうですね。さっき言ってた相手が消したときに、はい、自分の方にこう送り込まれる、もしくは自分が消したときに相手に送り込むお邪魔ぷよ、はい、これをいっぱい送り込めば相手いっぱい邪魔できるんで、はい、それで妨害して勝つっていう。お邪魔ぷよは消えるとこに接したやつが消えるんですか。そうなんですよ。へー、なるほど。くっつけといたら一緒に消えるんで、はい、それも頭に入れておくと連鎖組めたりします。ね、なるほど。じゃ広げた方がそうですね。あとはこの余裕があればもうネクストぷよ、はい、次何が落ちてくるかっていうのをもう見ながら、はい、プレイできれば次何消そうっていうのを考えながら、はい、プレイできるんで。もうすでに基本でめちゃくちゃ頭使いますね、これ。めっちゃなんかすごい脳みそがもう疲れてる。例えば応用ですけども、まあさっきの、消し方の実践的な方ですね、はい、いっぱい連鎖の仕方とか、はい、プレイする時の工夫ですね。その下ボタンを押すと、はい、こう早く下ろせたりとか、はいはいはい、いかにこう相手より早くどんどん積んでいくかっていうのがスピード勝負のところもあるので。いや、そうですよね、はい、相手より先にたくさん置けばその分たくさん消せると。でもちゃんと考えて積まなあかんし、スピードも勝負しなあかんしっていう。そうですね。ちなみにプロの人はずっと下押しながらプレイしてるらしいです。はい、基本下もレバーずっと押してるみたいな。じゃあすごいスピードで落ちてきながら回しながら、横にこう回したりとかしながらやってるみたいですね。頭爆発する。さすがにそこまでなかなかいけないですけど、はい、プヨって可愛い名前やのにな。なかなかやってることは全然プヨじゃないです。すごいことやってますね。さっき言ってたお邪魔ぷよがこう、はい、落ちてくる量が枠の上のところの、あ、ほんまや、出てる、赤いやつとか出てるんですけど、はい、そこに表示されてます。次こんだけお邪魔ぷよ落ちてきますよっていうのが上に表示されてます。それを落とされたくないんで、落とされたくない、自分がぷよを消すと、はい、この上のやつをこう総裁って言って落ちないように消せるんです。今ちょっとずつ減っていくんですけど、ほんまや、すごい。で、消し切ってさらに相手に送り返すっていうこともできるんで、反撃ですね。反撃できるんですよ。で、こういうの大会の時はこう送り合いながら、向こうが消してきたらそれ以上の連鎖組んで相手に送り返す。倍返しだ。倍返しだ。今流行りの。そうです。基本的にはこう消した上からぷよが落ちてきたやつが次を消していくっていう発想はもう変わんないですよ、はい、シンプルに、はい、あとはそれをどういうふうにつないでいくかっていうところでやり方をいろいろ研究したり工夫したりしてます。爆発しますね、頭。
その奥が深い。次回のイーストマニアはカノリンついに9連鎖達成。次回もお楽しみに。あっちどっちそっち ABS